ケプラー。ケプラーが運用した宇宙機である。ディスカバリー計画の10番目の宇宙機であり、主製造業者はボールエアロスペース社である。ケプラーは2009年3月6日に打ち上げられた。3年半にわたって10万個の恒星の明るさを測定し、トランジット法により惑星が主星を隠す時に生じる周期的な明るさの変動を検出した。 ケプラーによる観測は予定期間を過ぎても続けられ、2013年8月には姿勢制御系のトラブル、姿勢制御用のホイール4つのうち2つが故障によりし観測ミッションが終了されるも、2014年5月末からは残された2機のホイールに太陽高圧を姿勢制御に取り入れた K2 ミッションに移行。 最終的に燃料が枯渇した2018年10月30日に運用が終了された。K2 ミッションも含め、ケプラーにより観測された星の数は50万個以上に達した。ケプラーにおける目標の検出のための主要な装備は直径140センチの反射鏡とその焦点面に設置されたイメージセンサである。光学系としては、 いわゆるシュミット式の構成である、名前から連想されるようなケプラン式望遠鏡ではない。イメージセンサは225万画素の CCD、イメージセンサが42枚ベられている。ただしこのイメージセンサの利用法は、写真撮影ではなく、星の高度変化の計測である。像を得ることを目的とする、ハップル宇宙望遠鏡やその後継機、ジェームズ・ウェッブ、 カイ望遠鏡とは異なっており、ミッション名にもこれらとは異なり、宇宙望遠鏡の文言は使われていない。以下の記述は NASA ケプラーミッションのウェブサイトからの引用である。ケプラーの目的は、惑星系の構造と多様性を探ることにある。具体的には、多数の星の明るさを測定することによって、以下の点について明らかにすることである。惑星の軌道が、 中心の星と視線上偶然重なり色を起こす確率は、恒星の視直径を惑星の公転軌道の直径で割った値に比例する。太陽のような星の周囲を軌道半径1、天文単位で地球型惑星が回っていい場合、色を起こす確率は0.47%、1、210である。もし軌道半径が0.72天文単位、金星の公転軌道と同じ場合、 その確率は0.65%とやや大きくなる。惑星が複数存在する系の場合、それらの惑星は同じ軌道面を取ることが多いため色を起こす確率はより大きくなる。例えば宇宙人がケプラーのような宇宙望遠鏡で地球による色を観測できた、取ると12%の確率で金星が起こす色も観測できることになる。現在の技術では ケプラーは地球型惑星を発見する可能性が最も高いミッションである。ケプラーは10万個の星を一度に観測することができるため惑星による色を検出できる可能性もその分大きい。さらに1-210の確率で地球型惑星の色を観測できるということはすべての星が地球型惑星を持っていると仮定した場合。 ケプラーは480個の地球型惑星を発見できる計算になる。これと実際に検出される地球型惑星の数を比較することで地球型惑星が存在する確率を推定することができる。ケプラーによって得られるデータは様々な種類の変更性の研究、特に非新学を多数の構成に適用するためにも有用である。ケプラーが 開発段階にあった2006年1月、NASA の予算削減のため計画の8ヶ月の延期が決定され、同年3月にさらに4ヶ月の延期がなされた。この間、経費削減のために氷得アンテナを稼働型から固定型に変更した。ケプラーは2009年3月6日にフロリダ州ケープカナベラル空軍基地からデルタ E ロケットで打ち上げられた。 2009年5月、ケプラの本格的な運用が始まった。6月15日と7月2日、意図せずにセーフモードに入る、不具合が発生したが、すぐに正常な観測に復帰した。原因は電力の低下だった。6月19日には観測データを初めて地球へ送信した。8月、NASA は初期の成果を公表した。 惑星の発見は報告しなかったが、すでに知られていた、境外惑星ハット p 7 b の観測結果を伝えた。ケプラーはハット p 7 b が恒星の手前を通過する際の原稿を捉え、惑星の満ち欠けや惑星が恒星の奥に遠閉された時の高度変化も検出した。これにより、ケプラーが地球型惑星の発見に、 十分な精度を持っていることが証明された。11月、ケプラーのチームは7500個の変更性の高度曲線をインターネットで公開した。これらは変更が観測の妨げとなるため、観測対象から除かれた。2010年1月、NASA は最初の5つの惑星を報告し、惑星にケプラー4ビットからケヘプラー8ビットと名付けた。いずれも、 光天周期5.5日以下の高温の惑星で、ケプラー4ビットは25地球質量のホットネプチューン。他の3つは0.4から2.1木星質量のホットジュピターである。3月、観測モジュールに障害が発生し、42個の CCD センサーのうち隣接した2個が使用できなくなった。ケプラーは望遠鏡の視線方向を軸に90度ずつ。 回転しながら観測するため、視野の4カ所に観測時間の75%しか観測できない領域が生じることとなった。ただし障害は限定的で、機体全体には影響しないと見られている。8月、構成ケプラー9に2つの惑星が報告された。ケプラー計画で1つの構成に複数の惑星を確認した最初の例となった。 2011年1月、ケプラー計画最初の地球型系外惑星ケヘプラー10ビートが報告された。この惑星は地球の4.5倍の質量と1.4倍の半径を持ち、地球と同様の岩石惑星と見られている。ただし恒星に近いため表面温度は1300度に達し、生命が存在する可能性はほとんどない。2月。 恒星ケプラー11に6つの惑星が報告された。1つの恒星に6つ以上の惑星が確認されたのは2例目となる。最初の例はグリーゼ581。惑星はいずれも地球より大きく最大で天皇星や海王星並みである。また同時にケプラーが未確認の惑星候補を1200個以上発見したことも明かされた。うち八十八個が 地球に近い大きさで、ハビタブルゾーンを公転する、地球サイズの候補も5個含まれる。9月、NASA は、連星ケプラー16の周囲に、惑星ケプラー16ビットを発見したと発表した。ケプラーが、連星の周囲の惑星、終連星惑星を発見したのは初で、また、終連星惑星が、恒星の手前を横切る様子が見されたのも初である。連星惑星の候補は、 ケプラー以前にもいくつか発見されているが、NASA は明確に検出されたものとしては、ケプラー16ビットが最初としている。12月には、地球サイズの惑星候補2つ、ケプラー 20E とケヘプラー 20F が、ケプラー20という構成を周回していることが確認された。二月、NASA は昨年の発表時点より、未確認の惑星候補が個追加で、 見つかったと発表した。7月、ケプラーに装備された4つあるリアクションホイールのうちの1つが故障して使用できなくなった。2月21日、n a s a などの国際研究チームは今までで最も小さい太陽系外惑星を発見したと発表した。発表によるとこの惑星は白鳥座付近の恒星系ヘプラー37を交点する3つの惑星のうちの凸で 最も内側を回っている惑星だという。大きさは水星より小さく、月よりわずかに大きい地球の約3分の1のサイズ。水星のように水や大気が存在せず、灼熱にさらされた岩石惑星と見られている。4月19日、NASA は地球と同規模の太陽系外惑星を3つ発見したと発表した。このうち2つは、 地球から約1200光年のこと座にある、ケプラー 62E とケヘプラー 62F で、大きさはそれぞれ地球の1.6倍と1.4倍、中心にある恒星との距離が地球と太陽との距離のように適度に離れていて、生命の存在に必要不可欠な液体の水が存在する可能性が高いハビタブル像にあるという。三つ目は、 地球から約二千七百光年の白鳥座にあるケプラー 69C で大きさは地球の一点七倍太陽に似た恒星は存在するものの恒星との距離が地球と太陽との距離よりもややく地表の温度は地球より高温だと見られている五月十五日 NASA はケプラーの二つ目のリアクションホイールが故障して制御不能に陥っておりこのままの状態が続けば 運用を断念すると発表した。5月初め頃から精密な姿勢制御ができなくなっていた。リアクションホイールによる姿勢制御の回復には失敗したが、スラスターの使用により姿勢制御を回復しており、NASA は残存している燃料により、スラスターによる姿勢制御を数ヶ月は継続できると予測した。8月15日、NASA は4つあるリアクションホイールのうち2つ。 ナンバー2と4が故障しており、修理は不可能と発表した。その後、正常な2つのリアクションホイールとスラスタ制御のみの姿勢制御で得る観測を募集し、コストを算出して、他のミッションに使えないかを検討した。また、ケプラーによって得られた探査データは膨大で、分析に数年かかる見通しである。2014年4月、NASA はケプラーが、これまでで、 最も地球に似た太陽系外惑星ケプラー 186AF の発見を公表した。この惑星は大きさが地球の1.11倍とこれまで発見されたハビタブルゾーン内に位置する太陽系外惑星の中で最も大きさが小さいのはケプラー 62F だったがケプラー 186AF はこの記録を更新した。残された2機のホイールのみで 科学観測を行う提案を募集していたが、NASA は2014年5月16日に新しい K2 ミッションが承認されたことを明らかにした。K2 ミッションは太陽光の圧力を使って83日間の観測を行い、太陽光が望遠鏡内に入らないように姿勢を変えて、再び83日間の観測を繰り返すことが可能となる観測である。 5月30日から観測を再開し、その時点から2年間の追加観測が認められた。K2 ミッションは2014年8月から正式にスタートした。2014年12月の時点で3万5000個の構成を観測したほか、星団や星形成領域、太陽系内のデータも収集している。また12月には K2 ミッション初となる。 形外惑星ヒップ 116,454B の発見が公表された。2015年1月、NASA はケプラーがケプラー438ビットをはじめとする地球に極めて似ている可能性がある太陽系外惑星を複数発見したことを発表した。また、これと同時にケプラーが発見した太陽系外惑星の個数が1000個を達成した。 1>, 1月下旬には、ケプラー444と名付けられた、系型種系列星に、地球サイズの太陽系外惑星が5つ、公転していることが発見された。注目すべき点はこの惑星系が誕生から112億年も、経過していることでや、これは、宇宙誕生から30億年もしないうちに、すでに岩石惑星の主成分である鉄などの元素が、ある程度、 存在していたことを示す成果となった。しかし、これらの惑星は恒星に近いため、生命が存在していくには過酷な環境とされている。7月23日には、太陽に非常によく似た恒星系ヘプラー452のマワリオ、周りをケプラー452ビットという、太陽系外惑星が好転していることが発表された。この惑星はケプラー452の、 ハビタブルゾーン内を公転しており、地球に非常によく似た太陽系外惑星である可能性がある。9月14日、ケプラの観測結果からキック846万 2852A という構成が惑星では説明ができない不規則な変更をしていることが発表された。大量の小惑星や彗星の破片が通過した可能性もあるが、 今のところ原因は分かっていない。そのため、巷では高度に発達した地球外知的生命体の巨大建造物が恒星の手前を通過しているのでは、問い仮説もある。5月、NASA はケプラーが観測した惑星候補のうち1284個が惑星であることが確定したと発表した。これにより、 ケプラーが発見した惑星数は一気に2325個まで上昇した。1284個のうち約550個が地球のような岩石惑星で、さらにケプラー560ビ,ビット、ケプラー705ビット、ケプラー1229ビ,ビット、ケプラー1410ビット、ケプラー1455ビット、ケプラー1544ビット、 ケプラー1593ビット、ケプラー1606ビット、ケプラー1638ビットの9個は、ハビタブルゾーン内を公転しているとされている。推進剤の枯渇が見込まれたため、休止モードへ移行したことが7月6日に発表された。8月に休止モードからの復帰とデータ転送を試み、それができるだけの推進剤が残っているようであれば、延長、ミッションも継続する予定だった。 これを受けて9月には復帰し、最後のミッションを行うことができた。10月30日、NASA は、ケプラの燃料が切れ、ケプラの運用を終了することを発表した。11月15日、NASA は、ケプラのシステムを完全に停止する、グッドナイトコマンドを送信し、ケプラはその役割を終えた。グッドナイトコマンドが送信されたのは、 ヨハネス・ケプラーの命日である11月15日であったが、これについて NASA は偶然だと回答している。最終的な運用期間は9年半以上にわたり、50万個以上の恒星を観測し、この時点で2600個以上の太陽系外惑星を発見した。NASA はケプラーの観測データすべてを分析するにはまだ数年かかるとしーいる。ケプラーは 地球を周回する軌道ではなく、太陽を中心として地球の後を追いかける太陽周回軌道に投入されている。これは観測対象の星が地球に隠れてしまうのを防ぐとともに地球からの明光り避けるためである。太陽光の影響を避けるため、望遠鏡は王道面から離れた白鳥座の方角だけを向くようにして観測する。この方角は小惑星帯や エチワースカイパーベルトからも離れているため、これらの領域にある小天体によって星の光が隠されてしまうこともない。短期間で多くの太陽系外惑星を発見したが、白鳥座のごく一部の領域を観測しただけの成果であることに注目すべきである。発見した系外惑星の数は2015年1月には1000個に達したことが報告された。 これは15万個の構成を観測した結果であり、4000個以上の惑星候補を発見し、そのうち1000個が惑星であることが確認されている。本体の重さは 1039kg であり、望遠鏡の開口部は 0.95m、主境口径は 1.4m である。これは地球周回軌道の外にある宇宙機の中では最大である。また視野は105平方度であり、 これは腕を伸ばして、握り拳を2つ並べたほどの大きさに相当する。焦点面には1024-2200素子の冷却 CCD が42枚並べられる。観測対象の星が位置する画素の情報だけが記録され、地上に転送される。ケプラーミッションの総予算は4億6700万ドルで、ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。